日常生活の中で誰かがですね、自分のことを冷たくしたとか、なんか言ってきたとか、意地悪したとか、なんか態度がね、もう本当になんか自分が傷つくようなことをしてくる、まあそういう誰かがいる方にお話をしたいんですけども、そういう人がいるのも当たり前だと思ってください。人間関係の法則で2対2対6っていうのがあるんですね。自分のことを本当にこの人いいなとかね、まあ好きだなって思ってくれる人が、まあ10人中2人。そして、この人嫌いって何なのこの人って、自分のことを嫌う人が2割。そして残りの6割は、まあ好きでもないし嫌いでもない、まあ普通ってね、どっちでもないっていう感じなんですよね。だから、世の中には必ずですね、自分のことをよく思わない人がいるんです。だから、それがもう大前提なんですよね。でもですね、その大前提をついつい忘れててですね、あるいはそういう法則を知らないっていう方がいらっしゃって、いや、なんか、あの人のことすっごく気になるってね、こう、職場なんかでも、誰か一人が自分のことをそうやってね、冷たくしたり、意地悪したり、なんか無視してきたとか、なんかそういうことをされただけで、え、なんなのあの人ってこう、すぐ思っちゃう。それはですね、この2対2対6の法則を知っとけば大丈夫なんですよ。あの人は2割の中の人なんだなって。まあね、自分のことを嫌いな人いるからねって、それでいいんですよね。それで納得ができるんですよ。世の中、自分のことを全員がですね、好きじゃなきゃ嫌だ。私のこと嫌いな人がいるのってショックとか、私のことを好きじゃないってあの人思ってんのかななんてね。そうやって自分のことを好きじゃない人がいる、なんか意地悪してくる人がいるだけで、もうすっごくメンタルをこう病んだり、そのことばっかり考えて悩んだりしてる方がいらっしゃるんですね。まあ過去の私もそうだったんですよ。本当にですね、一人一人のことすごく気になってて、その法則とかも知らなかったんで、でもですね、もう本当にね、自分だって、誰かのこと嫌いですよね。いや、あの人ちょっともう好きじゃないなーってね。でもだからといって自分は意地悪したりね、なんか無視したりはしないと思うんですよ。自分は普通にしとけばいいんですよ。でも世の中には、あからさまなね、態度を取る人がいるんですよね。だからそういう人もいるんだっていうことも、それも当たり前だと思ってください。まあね、自分の気持ちを抑えられなくて嫌いだったら嫌いっていうね、まあそういう態度を取っちゃう人もいるんだなーって、まあそういうふうに思っとけばいいんですよ。でも自分はいくら嫌いな人がいたり、あんまりこうね、合わないなと思ってる人がいても、まあ自分はですね、そうやってあからさまな態度を取らない。私の生き方っていいなって思っとけばいいんですよね。だから世の中には、まあそういうふうにこうね、生きちゃう人もいるっていうことで、まあ自分はそういう生き方をしないっていうだけでもいいじゃないですか。まあ世の中いろんな人がいるんだっていうことをまず大前提に、まあ考えとけば、まあ自分を嫌いな人もいる。でも好きな人もいる。どっちでもないっていう人もいるんだっていうことです。あとですね、こう誰か一人がね、自分のことをそうやってね、なんか冷たくしたり意地悪してくると、他の人のことが見えなくなるっていう状況があるんですね。他の人は、いや普通に接してくれて、にこやかにしてくれてる人はちゃんといるんだけど、あの人がっていうね、あの人何なんだろうってね、私にこうやって言ってきてとか、冷たくしてとかね、無視して意地悪してって、その、ものすごい負の人のことだけを、なんか自分がね、焦点を当てて、いや、こっち側には、いや、普通にね、親切な人もいるし、まあ、笑顔をね、向けてくれる人もいる。そっちをね、見なくなっちゃうんですよね。それはやっぱり全ての人に好かれてなきゃ嫌だ。何なのあの人って思っちゃうからなんですよ。それは人間関係において、樽を知らないっていうことなんです。あるものを見ないっていうことなんです。自分には普通に接してくれる人がここにいる。でもあの人がっていうね、あの人許せない、あの人何なのって、なんか私に言ってそこばっかり見ちゃってるんですよね。だから2対2対6の法則と、あとは樽を知るっていうことさえすれば、まあ、人間関係ってそんなにですね、気にならないっていうお話でした。まあ、こちらのね、本編もありますので、まあ、ぜひですね、じっくりと本編も見ていただいたりとか、あとは人間関係許せない人、いろんなね、動画出してますので、ぜひそちらも見てみてください。